言ってる感じがする。うん、いいでしょ、うん、やっぱり5番ウッドと同等の感じ。そう、割とストレートからちょい捕まえると、ああいいボール、うん、球で今 74.5 で、うんうん、トータル10円から出るんで280とか、うん、それクラス。おお、まっすぐだよ。球も結構上がるんじゃないの。そう、上がってくれる。この薄さは5番ウッド同様いいよ。うんうんうん、カチカチャもあるしね。なんか5と3ってさ、やっぱり3になるとちょっと難しくなるじゃん。ちょっと先っちゃった、うん、ひっくり返って。あ、でも初速は2ぐらいしか落ちてないよ。ちゃんと浮いたから、うんうん、おー、いいね、ちょっとね、これのスピン飛んだりな。そうね、多くないぞ。こっちがちょっと低いんだよね。本気を打ったらね、やっぱだいぶ変わる。一度ぐらいやっぱ低い、うん、スピンもそっちの方がちょっとほらアッパー目に入りたいんですけど、ピンつくにつかなかったの。うわ、今のミスはちょっと知り合いになる。おはは、低いな。うん、あ、でも球は強いんだね。だからね、僕はあんまり浮かないタイプだから、うん、もう当てるね、初速。おお、ちょっと潜っていく、うん、超えればいいっていうわけでもないけどな。手に出るんじゃない。わあ、ナイスショー。そう。わあ、ナイスショー。前行く感じするね。でもずっと 60.4 だわ。こっちの方が出るの？やっぱ軽さかな？そうだね。うん。
はい、見てもらいましたが、まあ見た目としてはマックスの方、うん、5番ウッド同様少しシャロー気味で、うんうん、平べったい感じ、まあ、トリプルダイヤは、うん、まあ若干丸みのある少しだけ厚みのある、うんうんうん、っていう感じですね。思ったほどねトリプルダイヤの3番が、うん、そこまでちっちゃく見えなかった、うんうん、だから難しく見えなかったっていうのは好印象でしたかね、うんうん、打った感想の数値もですけど、マックス安定感はすごいです、うん、曲がらないです。本当に挙動が安定してるし球上がりやすいし、まあ、スピンも、極端にこうドロップするような変な回転もしないし、程よく入ってるんで、300ヤードぐらい僕の場合は、振れば行きましたけど、うん、まあ、でも大体こうキャリーが260ちょっとでトータル280、スピンがね3500から4000は行くことないので3300から3700ぐらいでした、うん、まあ、ちょうどいいんじゃないでしょうかね、地面で打つ雰囲気の感じで言うとね。友の場合はもうティーアップ専門で打ってましたけど、うん、結構飛びますね、うん、キャリーで215ぐらい、うん、で、まあ、スピンもねさっき言った通り3000ちょっとぐらい入ってドロップしないとか、うん、程よく上がるみたいな感じで、うんうん、まあ悪くはないんじゃないかな、うん、やっぱり5番と一緒で、まあ、優しいというかね構えやすいよね、うん、まあ、本当安心感はありますね、うん、そして、トリプルダイヤ、うん、やっぱね、はい、当たった時の初速はこっちが出れるんですよ、うんうん、でスピンもね結構少ない時もあったりとかして、ただこうやっぱりねミスにすごい差が出ます。マックスとあの打点の差でやっぱスピンがね結構入りすぎたりとか、うん、球は強いね、下にドロップしたりするとか、本当に左行く右行くっていうところはマックスよりもねちょっとやっぱ出てくる感じはしますね、うん、ただね、純正がね、あまり、うん、微妙な感じもあるので、うんうんうん、まあ、MAX の方もね、NX ブラック 50S っていうところもあるけど、まあ、もうちょっとこう、重く、ちょっとしっかりめにしても、もう少し変わるのかな、安定するのかなとは思いますけど、トリプルダイヤの方がやはり操作性みたいなところは、あるんじゃないでしょうかね。MAX、うん、ね、曲げようとしたけど曲がんなかったんだよね。フェードっぽく行こうと思って。もともと僕は球がそんなに高く上がらないフェアウェイみたいなタイプなので、子供の方も何球かいい球行くけど、たまにね、そうね、やばっていう球あったりとかするので、やっぱ安定感マックスの方がいいなっていうのはあります。フェアウェイ打った得意な人は、トリプルダイヤね、意外と優しく感じると思うよ、見た目からは。僕はそんなに見た目からの印象は難しいなとは思わなかったんで。フェアウェイって球上げれる人にとっては球強いし、うん、ちょっと低くなってスピンも、うん、まあ極端に低スピンってほどではないけど扱いやすいとは思いますけどね、うん、まあでもこれも本当、うん、シャフト次第だとは思いますけど、うん、本当にヘッドの性能的にはどっちもね割といいんですよね、うん、フェアウェイとしてどちらもいいんじゃないかなと思います。はい、まあでも、マックスが、うん、僕らは良かったです。そうですね。まあだから、年末ぐらいに買ってるかもしれないです。あ、今年の？すぐには欲しいって感じじゃないけど。そうね。そう使う用途も少ないからね。まあ、そんなですかね。はい、以上です。はい。来た。